はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病闘病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。でこの動画でね、僕みたいな白血病が寝てしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらえますように頑張っていきます。でそして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。まあ、今日はね、そのちょっと難しい話になるかもしれないですけども、でもやっぱ皆さんに聞いてもらいたい、知ってもらいたいなっていう思いでお話しさせてもらいますので、まあ気軽な感じで、気楽な感じで聞いてもらえたらなと思ってます。すごい大切なことをね、お話しさせてもらいます。白血病やね、悪性リンパ腫といった血液のがんの治療でね、抗がん剤を使います。で抗がん剤はね、血液細胞をも破壊してしまうので、その際にね、輸血を行います。抗がん剤をしているとね、こう頭がボーっとする時がね、あったりするんですよ。でそれはね、血液の中のね、赤血球というのがね、破壊されてしまってて、赤血球の中にね、ヘモグロビンっていうのがあるんですけども、そのヘモグロビンが酸素をこう運ぶ部分なんですけどね、脳みそにね、届けてくれなくなるからなんですよ、酸素をね。あとね、まあそういったのが関係してて、こう頭がぼーっとしてね、こうフラフラーってこう倒れたりこけたりしたらね、どっかでどっかをぶつけてこうあざになって青たんでできるでしょう。内出血ですね。でその血小板いや、その血小という止血に関係する組織の成分もね、あるんですけども、血液中にあるんですけども、それらも破壊されて、青痰がなかなか治らなくて、場合によってはね、出血してしまうので、もうえらいこっちゃなんですよ。だから輸血せなあかんのです。まあその他はね、その病気や薬のね、影響でね、十分に血液を作ることができなくなったりとか、事故や、手術などで大量出血した時にですね、輸血が必要です。輸血せずにね、放置しておくとですね、動悸や息切れっていうんですかね、あとめまいなどね、起こったりして、出血が止まらなかったりしてですね、重症になるとやっぱりね、死に至ることもあります。で今日はそんな大切な輸血のお話です。こう輸血に使われる血液というのはですね、皆さんから献血でいただいた貴重な血液からね、遠心分離器などの機械を使ってですね、赤血球、血小板、血小に分けます。まあ、その他にもね、白血球とかね、脂肪などにも分かりますけども、主に使うのは赤血球、血小板、血小です。で赤血球っていうのはですね、呼吸することで肺に取り込まれた酸素を、全身の細胞に運搬する役割があります。で、血小板か、血小板はですね、出血の際にですね、血管の傷を塞ぐ役割があります。で血小はですね、各種の偽固因子がね、固まる因子があるんですけども、それが含まれててですね、血小とね、血小板か、血小板と血小は共同して出血を止める止血ですね、その役割があります。まあ、先ほどもお話ししましたけども、輸血が必要となるときはね、どんなときかと言いますとですね、血液の成分や、血液そのものをね、作ることができないときですね。まあ、これからね、それらをいくつかお話ししていきます。白血病やね、再生不良貧血などのね、血液の病気やですね、抗がん剤などのその薬の副作用によってね、赤血球や血小板をね、作ることができなくなることがあります。肝硬変やね、薬の副作用などで偽固因子などから、血小のね、偽固因子などがね、作られなくなった時がね、あるんですよ。で、まあ、その他にもですね、大量に出血した時とかですね、手術や交通事故、出産でね、大量に出血した時にですね、血液の成分をね、補うことがね、必要なことがあります。血液の成分の量がね、不足したりとか、足らなくなったりね、血液の働きが正常なじゃない場合にはですね、手術やね、処置の前にね、輸血することがあります。で次はですね、血液のね、成分が大量に消費されるときですね。
がんやその感染症の、ね、合併症なのでね、血小板やね、先ほど見たギコイン子ですね、それがね、急速に消費されてしまうとですね、止血に必要な量を保てないことがあります。そんな時にもね、輸血は必要です。で、血液の成分が壊される時ね、これはね、患者さんの体の中にその自分の赤血球や血小板にね反応する抗体などがあるとですね、その赤血球や血小板がね壊されることがあります。血管やね、心臓弁の異常やね、赤血球の先天的な異常で赤血球が壊れることがあります。で、次はですね、血液の成分が十分に働かない時、生まれつきのね、病気などによってね、血小板やギコイン子の働きに異常があると出血しやすくなって十分にね、止血ができなくなることがあります。薬の効果を緊急に中和する必要があるとき、血栓の治療や予防のためにね、ギコイン子の働きを抑える薬が使われて、これらの薬の働きをね、緊急にね、中和する必要があるときにギコイン子の補充が必要になることがあります。このギコイン子っていうのは、ね、先ほども言いました、血小ですね、そういうのを輸血します。体内の有害物質を除去するとき、肝臓やね、腎臓の病気などでですね、体内の有害物質を、ね、除去するときにですね、血液の成分を補うことが必要となることがあります。人工透析とかね、血小交換などね言われます。まあ大体これらの時に輸血が必要となってきます。それではですね、輸血しないとどうなってしまうのかというところなんですけども、赤血球が足りないとですね、細胞がね、酸素不足になってですね、先ほど見ましたけど、動悸や息切れ、だるさ、めまいなどのね、貧血状態が起こります。またその血小板やね、ギコイン子がね、足りない時やね、うまく働かない時っていうのはね、出血しやすくなったりですね、ぶつけてしまってそのアザができたりね、血が止まらなくなったりします。これらの症状の改善がね、必要な時はね、輸血をします。輸血しない場合はね、これからの症状が進行してね、最悪の場合、生命に危険が及ぶこともねあります。白血病やね、悪性リンパ腫といった血液のがんのね、治療で抗がん剤を使っている時にですね、血液細胞をね、破壊してしまうのにね、輸血をしておかないとね、それこそ最悪の場合、生命に危険が及びます。本当にこのようにね、輸血というのは命を助けてくれるすごい治療法なんです。輸血ができるだけでね、助かる命がね、あるということです。人工的な血液っていうのはね、実験は始まってますけども、まだ完成はしてないので、早くね、開発してくれればいいんですけど、まだまだ時間がかかりそうですしね。なのでね、これを見てくれてる健康的な皆さんはですね、ぜひ献血にご協力をお願いします。あなたの血液で人の命が助かります。やっぱりね、こうね、皆様の協力していただけるからこそ、僕も含め患者というものは命を助けられました。すごい感謝してます。で、僕は白血病したんで、もう輸血も、輸血じゃない、献血も骨髄バンクに登録もね、できないからなんですけども、こうやって呼びかけることを皆さんにお願いすることしかね、できないんです。なので、よかったら、時間があったら、どっかお買い物行った時に、ちょっと時間あるな、献血でもしようかなみたいなね、感じでよかったらご協力していただけたらすごい嬉しいです。よろしくお願いします。今日は以上です。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。